皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今日は金曜日、まあ今週最後の取引だったんですが、まあちょっとですね、地合いが崩れてきたというか、良くなかったかなと思います。まあ金曜日とか週末売りで済めばいいんですけど、まあこれダウは一応昨日もプラス18でね、下ヒゲ陽線で、まあ、崩れてないんですが、ちょっとマザーズとかが、まあ高く始まって、まあ引けにかけてね、売られてったんで、上ヒゲの陰線になっています。で、結構この770ぐらいですかね。で、ちょっと並んでいるというか、重たくなってるんで、まあここで崩れたら嫌だなっていう感じです。まあ自分が見てる銘柄も、全体的に言えばマザーズとかは結構売られたかなと思うんですよね。なので、まあ下げ幅としては小さいんですが、まあこれが下げの始まりだとすれば、ちょっと嫌だなというところ。まあただずっと最近地合いよく来たんでね、いつかは、まあ、押し目だったり下げだったりというのは来るんで、まあ日経平均も一応2万9000超えたところでね、2回こう、ちょっと立ち止まってる、形になってますんで、まあ、今週最後の、銘柄取引ですね、動き見ていきたいと思うんですけど、まあ、メディネットからまず見ていきたいと思います。はい。まあ、メディネット74で、動きなくということで、まあ、取引200万枚なんで、まあ、出来高も、まあ、動く前ですよね。動く前はかなり出来高がなくなっていつも動いてるんで、まあ限りなく減ってきているということと、まあ三角持ち合いなりつつ、まあそろそろだから上下で動く、まあ8割とかね、まあ最終段階に来てるんじゃないかなと思うんですけどね。メディネット、まあ上に行くことを期待したいと思って、まあホールドしてます。で、ちょっとメディネットのままですね、他の銘柄読み上げていきたいと思うんですが、メルカリが続伸ということで、まあ、でかい上髭の陰線なんですが、1900からね、一気に、2600まで連続で上げました。で、昨日材料を紹介したマイクロ波科学マイナス56の陰線で、まあ、IR でね、利確の売りっていうところが、まあ、あるんですけど、まあ、それ以上に、やっぱりこう、線の壁をかなり感じた、動きだったなと思います。まあ、なんで、今んところ700、900でかなり、ね、ボックスというか、行ったり来たりなんですが、一回やっぱね、崩れると、こういうところってがっつり落ちたりするんで、まあチャートがね、まだ短かったりとか、自分も会社をまだね、まあ勉強不足というか、把握しきれてないんで、なんとも言えないんですけど、まあ難しいなっていう感じですよね、この取引が。なかなか難しい銘柄だと。で、GNI2000 からですね、だいぶ落ちてきました。今1700、終わりに1700で、今日安いところだと1650まで、下げてます。で、ガーラは、高く始まったんですが、結局、まあ、マザーズのチャートに似てますけど、引けにかけて売られてプラス18なんですが、まあ、5番にかけて下げたということで、大陰線と、なってます。で、チャートはですね、ちょっとダブルスコープ見ていきたいと思うんですけど、はい。ダブルスコープマイナス25、2249ということで、下げて終わってます。まあ高く結構ね、寄り付きはプラス150ぐらいかな。結構上げたんで、上髭の陰線になってます。で、まあ結果的に陰線だし上髭だしということで、ちょっとこの2営業日前の、まず明らかにね、トレンド変わるような、この2500から、まあ十字で、上がると見せかけて、まあ、上髭の陰線だったんで、ちょっとね、やっぱ右肩下がりのね、上髭っていうことで、流れどうなんだろうなって感じですよね。変わっちゃうのかなっていうふうに見えますけど、まあ別にこのトレンドというかね、上昇の、まあ、ライン割り込んだわけじゃないし、平均線も全部まだ上で推移してるんで、
まだ完全に崩れたっていうところまでは来てないんですが、まあ、ちょっと警戒かなぐらいですね。まあ、勢いあって、今 PTS も若干プラスなんで、まあ、月曜日、まあ、今日のぐらいはね、抜けれると思うんですよね。勢いづけば、プラス100ぐらいでチャート抜けれると思うので、まあ、2500にね、いつ再チャレンジするかなというところで、まあ、一応ただ2250も、昨日もね、下髭で戻してるんで、2500も硬いし、逆に2250の下も硬いしということで、今ちょっと方向性としてはね、2500を超えるのが先か、2250を割り込んじゃうのが先かっていうところで、方向性見極めたいなというところで、まあ自分は今、ノーポジですね。ちょっと今難しい場所だなというふうに捉えてます。で、上場廃止が、来週ですかね、に迫ってきたテラですが、まあ、終値は、引けは4円なんですが、まあ、高い時にやっぱ8をタッチするということで、まあ、1日でね、2倍っていうのもありましたけど、まあ、マネーゲームというか、まあ、当然、ギャンブルに近いリスクもあるんで、気をつけた方がいいかなとは、思います。はい、で最後ですね、アイスタイルを見て終わりにしたいと思います。で、まあ、為替がですね、まあ、かなり今一方通行で円安に進んでます。で、まあ、チャート見ると、まあ、結構基本的というか、そんな難しいチャートじゃなくて、日足で見るとどう考えても上げが、続いているというかね、状況なんで、そのチャート通りでいけば、まあ、円安に見えるんですけど、ただあまりにもね、また強い勢いなんで、ちょっとまた株価にも悪影響なんじゃないかなと思うんですね。最近はちょっと行き過ぎた円安で、円高で株価が上がっていたっていうことがやっぱ多かったように感じるんで、ちょっと円安厳しいなっていう感じですけど、結構強い、上昇チャートになってますんで、また130後半、140狙うような上げなんで、まあ、早くね、日足で陰線がついてほしいなっていうふうに思ってます。で、アイスタイル、最後アイスタイルなんですが、プラス66、11% 上げ、11.7% 上げということで、まあ、昨日もちょっとね、紹介したその材料がね、上げてる材料が結構でかいと思うんで、まあ最近こう上げてきたところって、まあ900超え、まあもしくは1000いくかいかないかぐらいまで結構上げてるイメージがあるんですね。で、これ5年チャートで見ると、こう明らかにこう1000でね、跳ね返されてるんですけど、まあ、最近こう節目の1000っていうのが結構多いように感じるんで、まあどうなんだろうって感じですね。アイスタイルもやっぱり、まあ今後上げるにせよ下げるにせよですね、一回4桁タッチあるのかなっていう感じですね。ただ今日、下髭の陽線なんで、まあ上髭もありますけどね、長い下髭の陽線なんで、ちょっと月曜日もう一段上にあんのかなっていう感じです。まあただこの PTS、2営業日前ですね、高いところ770ぐらいつけているので、まあ、イメージ、初動の上げの PTS の高値っていうのは結構ね、超えていくとか、そこに行くっていうパターンが多いかなと思ってるんですよね。一回その、下げを経て。ということで、まあ、770あたりですよね。前回の、だから PTS の高値。まあ、狙っていきたいっていう回も結構あるんじゃないかなと、まあ、自分は思ってます。で、まあ、今日はですね、以上になります。で、まあ、この後、ちょっとアジア開発の、なんか IR とかお知らせがね、今週末なんか出るのかなっていうところを期待して、まあ、出ればまた紹介したいと思いますし、まあ、明日、明後日ですね、ちょっと、まあ、用事というか、あるので、動画、まあ、土日で1本上げれるかなぐらいなんで、まあ、明日、明後日で、まあ、ショート動画とかを上げるかもしれないですが、まあ、今週のまとめっていうものをどちらかで1本上げれたらいいなと、思います。今週はですね、まあ、以上になります。で、よかったら下の概要欄から、自分がやってる Twitter、フォローしていただいて、
またこちらのチャンネルもですね、チャンネル登録していただいて、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。